どうも、矢蓋翔一です。今回のテーマはマスネです。マスネは1842年にフランスで生まれた作曲家です。マスネは幼い頃から音楽の才能を開花して、その後パリ音楽院に入学します。そしてこの時代の定番のローマ賞に応募します。ローマ賞とはコンクールのようなもので、受賞することができれば音楽家としての道が一気に広がります。ドビッシーなども受賞した賞です。マスネは見事このローマ賞を受賞します。すごくスムーズに音楽家としての道を歩み始めました。その後戦争があり従軍することになりますが、戦争後は作曲活動を再開してパリ音楽院で教え始めます。その後有名なオペラマノンを作曲します。マノンはフランス人小説家のアベプレボーが書いたマノンレスコーが題材となっています。プッチーニも同じ題材で作曲したオペラマノンレスコーがあります。マノンが大成功して、その後ウェルテルやタイスなどの名作オペラを作曲します。マスネの曲で有名なタイスの瞑想曲というものがあります。その曲はオペラタイスの中で演奏される曲です。マスネは器楽曲も作曲をしていますが、主にオペラの作曲家です。19世紀にオペラの作曲家として大人気だったマスネは、数十作ものオペラを作曲しました。ぜひそんなマスネの音楽を聴いてみてください。